横山哲夫は、日本の政治家、実業家、明月、代表取締役、横山企業取締役、横浜市鶴見区ソフトボール協会会長、神奈川県横浜市出身、横山志郎の三男、県議会議員を発揮務めた、1992年5月から1993年5月まで県議会議長を務めた、住所は、 神奈川県横浜市鶴見区下末吉。横山一族は横浜で事業を営んでいる。明ら月、株式会社の本店は神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目。会社成立の年月日は1984年9月27日。目的は、1、公衆浴場、サウナ風呂の経営、2、スポーツ施設並みにヘルスセンターの経営。 3. スポーツ用グラムに健康器具及び日用品雑貨の販売。4. ロイヤルゼリー、ビタミン剤等の販売。5. 喫茶店、レストランの経営。6. 食料品の販売。7. 不動産の管理、賃貸及び売買。8. 金銭貸付に関する業務。9. 全覚悟に付帯関連する一切の業務。発行可能株式総数は1600株。 発行済み株式の総数並びに種類及び数。発行済み株式の総数400株。資本金の額は2000万円。役員は、取締役、横山哲夫、取締役、横山悦郎、取締役横、締役横山勝子、代表取締役、横山哲夫、代表取締役、横山悦郎,郎、監査役横山照。横山企業有限会社の本店は、 神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目。会社成立の年月日は1961年8月7日。目的は、1、土地、建物の売買、退職並みに、その売買、2、アパート並みに、店舗の経営と、貸し付け、3、有価証券の売買、4、諸事業への投資、5、栄養食料品並みに清涼、飲料品の販売、6、 保育所の経営、7、損害保険内理店業、8、全覚悟に付帯関連する一切の業務。発行可能株式総数は10万株。資本金の額は1億円。役員は、取締役、横山哲夫、取締役、横山悦郎、取締役、横山ジ也、取締役、横山雅子、取締役、横山圭一、代表取締役。 横山淳也、監査役、横山喜一、ありがとうございます。